イタリア STA のイター155系セルビア鉄道413系電車フラート、フラート、フリンカーライスターイナーベイティバーリージョナルトライブスムは、スイスのシュタトラーレールが製造する部分低照式鉄道車両ブランド。2004年から製造が始まり、2018年までにヨーロッパアフリカ、北、アメリカに1694編成が導入されている。 1990から2000年代の欧州では各都市の路面電車に橋を発したバリアフリー超低償化の流れが鉄道車両にも波及していたほかコスト低減の要請も高まっておりその結果として低償式車体でプラットフォームの概念を再入れた電車及び機動車が各鉄道車両メーカーで用意されるようになりタルボット車両工場のタレントやシーメンスのデイジロと いったシリーズが大量生産され始めていた。こうした流れの中、スイスを中心とした鉄道車両メーカーのグループであるシュタトラーにおいても、1997年以降、走行機器を集中搭載した四輪単車の電気もしくは、ディーゼル式の動力ユニットに一車体片側一台車で、片持ち式の客車数量を組み合わせた、モジュラー式構造の GTW シリーズを、 生産しており、スイスをはじめ、ドイツ、イタリア、フランス、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スロバキア、アメリカなどの各国で採用されていた。GTW シリーズはその構造上動力ユニットプラス3両編成程度の単編成を基本としており、加速力や最高速度の面からもローカル線に導入されることが多かったが、スイス国鉄が バーゼルやルゼルンなどを中心とした都市近郊列車の拡充と旧型車両の代替を目的として本格的に定常式電車をシュタッドラー社から導入することとなり GTW シリーズより走行性能の向上、輸送力の増強、上調性の向上などを図ったフラートが開発された。フラートシリーズは2から6車体の連接式で 両先頭車の編成単足台車を同台車として、その上部床上機器室内及び屋根上に走行用機器を搭載しており、客室は同台車上部のみを高床部として、その他を低床分として低床化率を90%以上としている。また、フラートシリーズは、シュタッドラー車で並行して生産されている他のモジュール構造の車両シリーズである GTW シリーズや、 キスシ,シリーズと同様に、タレントやデジロといったプラットフォームの概念による大量生産を前提とした車両とは異なり、モジュール構造により編成量数、扉数、窓扉配置、車内の配置などをカスタマーの要請に合わせて自由に構成することが可能となっており、少量多品種の生産が可能となっているほか、必要に応じて特別な仕様に対応することも可能となっている。 なお、フラートシリーズは、車体と機械部分の製造及び最終組み立てを担当する、シュタットラーをはじめとして、スイス国内のメーカーが多く関与しているのが、特徴の一つであり、電気品は、BBC の流れを組むアブシュバイツやサスの後ろ身である、アブセチャーンのほか、セレクトロンシステムズや、ルフグラバが担当し、車体及び機械部分には同じく FFA や、 SWP の流れを組むデザインテクニックや LRS エンジニアリングなど伝統的なスイスの車両メーカーの後ろ身を含む多くのスイス企業が関与している。このほか、ドイツのホイットターボやボデ、BBC の流れを組むオーストリアのトラクションシステム、オーストリア製の機械品、電気品を使用している。独自仕様の車体で3両の動力車を組み込んだ。 ノルウェー国鉄の機体標準の座席を使用した4人掛けのボックスシートフィンランド国鉄 SM5 系の内装、LED 式の車内案内表示装置と15インチ、液晶ディスプレイが設置される、スイス国鉄の機体の FK-15 の10自動、連結機及び補助バッファスイス国鉄のアレ521系の屋根状、主変圧器が屋根状先端部に設置される、同台車、ディスクブレーキは、 キャリパー式、車軸中央部がクイル式の駆動装置、下ドラーレールはフラートの新たな製品を開発して2013年に供給を開始した。目立った変化はディマン15,227の列車衝突に関する規定から由来する戦闘部である。その変形部分は列車衝突の場合、機関士に避難空間確保に対して保障するべきである。戦闘部では 廃焼機と同じように干衝機付き中間連結機も列車衝突の時にエネルギー吸収に関して最適である。フラート3では運転室の出入り口が備えている。台車の使用も一世代車両の台車より違って、車輪の直径は大きくなって、軸距は短くなった。トンネル内部火災の場合、フラート3は5トルまで走行できるように、 設定された。電気機器及び制御機器も最新化されて、ブレーキ制御装置が再設計され車両の停車する時に作動されるエネルギー節約モードが提供されている。ありがとうございます。